こぼれが多少この辺とかちょっとこの辺とかしてる。ちょっとよかったら逆にこっち来ていただいて、なんかちょっと距離あるからやりにくいかな。見てもらってで、まあ、これちっちゃくかけてますけど、大きくかけた場合でも入れてったそのかけてるとこまで他の部分の研いで全部揃える作業をするために砥石を結構立てて、思ってるより、45度ぐらいまで立てて、とりあえず刃先を全部揃えます。旋盤です。専門です。まあ、基本的には押すときに力を入れるといいです。大丈夫です。で、ちょっと要は何を打ち方こう握りますよね。で、必ず顎のところに入れて、背中に人差し指で握ってもらうと包丁がぐらつきにくくなる。で、研ぐとこを押すの裏側を押さえて、ここ、はい、で、ここを研ぐときはここを押さえて、で、ここを押さえるときはここを押さえて、楽しい。全体にこの返りが出てるかどうか、ここからこういう風に触って確認してもらうと返りが出てるか。返りはこっち側にちょっと研いでるうちにこういう感じに、じゃあちょっと触ってみてもらって、見えるこう触ってみて、こうやらないでください。こうやってください。返りがザラッとしたものが出てるのが分かると思う。それが包丁刃先から顎まで全部出てる状態です。ザラッとしてた方がいい。ザラッとしてる方がいい。あ、それが返り、つまりとんがってる状態からキュッとこうバリのような感じが、なんて英語でなんて言うんでしたっけ、バー、バーですねっていうのが出てる状態になる。言ってみれば、このとんがってる状態の、これを取ればとんがってる状態、完全なとんがってる状態になるっていうのが一応刃がついてるっていう理屈なんですけど、で、それが全部出たら軽く、これはその返りを取るだけでいいんで、はい、取るんです。